皆さん、こんにちは、こんばんは。えー、レックセニコ氏師の金城淳之介と申します。えデルジュン診断士フォーカステキスト活用法についてですね、えー、ちょっとの間ですけれども、あの、このテキストの活用法について皆さんにお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。今ちょうどですね、私の手元に、この、まあ、見本紙が届いたということで、 あのこれから市販されていくもしくはあの実際に受講生の皆さんに、えー、送られていくと思うんですけども、まあ、まずびっくりしたのがですね「えー、と誰だこいつ」って感じでこれ私の昔の写真ですねちょっと古いですね、えー、とページめくったら私の写真があったのでちょっとびっくりしたんですけどもまあそんなことは置いといてですねあのこれから皆さんは、まあ、診断士合格目指して頑張っていこうと。 思思っているところだとこだますそこでこの「フォーカス」のテキストですねどのように使えば、まあ、合格する力身につくかなということでおすすめの勉強法なんかも含めてですねちょっとお話ししたいと思います、はい、ではしばらくお付き合いくださいよろしくお願いします。まずこちらのテキストに「あのまあ、効果的学習法」というページ用意してありますので、まあ、それについて簡単にご説明したいと思います。 えまずですねえっ、ー、とこのテキストの構成なんですけれども左側のページですね偶数ページの方に、えー、このテーマの要点とあと過去問トライアルというページを用意してありますこれはあの全ての科目まあ,あの中小企業経営政策という科目を除いて全てこういう構成になってます左側が、まあ、要点と過去問で右側のページにですね 具体的な解説とかねそういった形であの展開されているとこういう流れですだから右と左ですねページで左側がまとめ右側が詳しい説明とですのでまずあの、まあ、講義を受ける前にあこんなことをやるのかとあの要点のところだけでもねパーッと見ておくといいと思います。ただ まあ予習すする必要はないと思うんですね正直あのもちろん時間がある方は是非予習をしてから講義を受けるっていうのがまあ最高なんですけれども私はね予習よりも復習に力を入れてほしいなと思っていますのであ,のあえてこの要点読まなくてもね、えー、大丈夫ですただ読んどいた方がよりねあの講師の話は耳に入りやすいのかなと思いますので、まあ、そんな感じで要点は使ってください。 で講義を聞いた後にこの何だろう過去問にね挑戦する類題に挑戦するってことなんですけども今回あのレックではですね、えっと、皆さんにその、まあ、パソコンとかあとスマホで学習していただけるようにですねこんな形で専用のページを用意してあります。でスマホののの場合はこれあのコードついてますのでで それぞれ id とパスが科目ごとに違いますなのであのログインページにアクセスしていただいてでそこで入力していただければですね過去問トライアルの問題とか解説が出てくるようになってますあのパソコンの場合も、えー、このアドレスね経済のアドレスとか、えー、財務とか企業経営とかそれぞれ科目ごとに url 違いますのでまあ、そこに アクセスしていただいて ID とパスを打ち込めばですねあのアクセスできるようになってます。なので是非、えーまあまあ、最近皆さんも1人1台スマホ持ってると思いますので隙間時間の活用という意味ではねあのブックマークしといてで是非いつでもこの過去問に触れられるようにしていただければと思います。ですかね。で基本的にこの「フォーカスのテキストの位置づけなんですけれどもこの「 名前の通りフォーカス焦点を当てると、まあ、絞り込みを図るということでまあ過去問って毎年毎年ねいろんな問題出ますけれども、まあ、過去問を分析すると毎年よく出る非常にこう品質の問題ともうたまにしか出ないもう何年かに一度とかね本当に10年に1回しか出てないとかそういう問題もあります。で それを全部網羅しようとするともうテキストなんかもうすごい電話帳以上のね分厚さ電話帳って今ないのかなすごい分厚くなってしまいますよねそうじゃなくてもうとにかく出るものにこうフォーカスしたと、まあ、だから「出る順」って書いてあるんですよね出る順で。はい、なのでまずこの品質のものこのフォーカスに載っている論点をしっかりと頭に入れることそこを目指していただきたいと思います。 で累代過去問を多数こなすことで定着させるとそういうコンセプトでできているテキストですですから、まあ、誤解を恐れずに言えばこれ一冊完璧にやれば、うん、100点は取れないと思うんですね、うん、こういうこと言っちゃうとまた怒られるかもしれないんだけどあいやぶっちゃけフォーカスしてるので載ってない問題もありますもちろん、うん、だからフォーカスでまずはしっかりと土台固めをしていただいてで足りない部分について まあ、フォーカスが終わった後の話ね終わってからは過去問を使いながら補足していくとでレックの受講生であれば、まあ、ステップアップ講座やアドバンス講座っていうのがね、えー、続いていきますのでそれで力をつけていけばいいとですので、まあ、こちらをね、えー、手に取ってくださった皆さん、ねえー、レックの受講生の皆さんはまずはこの各科目ごとにこう重要な論点を集めたこのテキスト1冊まずはマスターすること。 ね、で、えー、過去問で類題を解いてみることそこに注力していただきたいなと思いますまずはねそんな形でで具体的な科目ごとの勉強方法についてなんですけれどもさっき言ったように大事なのは復習です予習ではなく復習だから講義を聞いたり、ねえー、した後に必ずもう一度復習をしてほしい理想は自分で説明できるレベル を目指すということですね。自分で説明できるレベルで、まああの科目ごとに勉強の仕方を変えてほしいんですね。ざっくり申し上げると、よいしょ。まあうんと経済学と財務と企業経営理論この三つと、えー、運営管理、えー、ホーム情報 中小この4科目でざっくり勉強の仕方変えてください具体的にどういうことかって言いますとざっくりまあこの運営ホーム情報中小っていうのはもう暗記科目です暗記ねだからフォーカスに載ってる特に重要なポイントとか講義の中で講師が言う重要なポイントを暗記する覚えればいいと が皆さんは人それぞれね暗記の仕方があると思うんです。見て覚える人もいれば書いて覚える人、聞いて覚える人とかね、いろんな覚え方あっていいと思います。単語カードを作る、まとめノートを作る、何でもいいです。覚えればいいんです。覚えたもん勝ちね。なので運営ホーム情報抽象についてはとにかくフォーカスに載っている重要なポイント、講師が必ず出るといったポイントを覚えればいい。 覚え方は自分に合った覚え方をすればいいとただそれだけですねで。あとは過去問をたくさんこなせばその分知識が増えていく知識が増えれば増えるほど点数が伸びると素晴らしい科目ですねただこちらの企業系理論財務経済についてはここは理解が伴ってないとなかなか問題解けるようにならない という科目特性があります特にあの経済学とかね、えー、義務教育とかでは学ばない初めて学習するという方も多いと思うんですねだから経済学という学問その学者の皆さんがあじゃないこうじゃないって言っていろんなこの理論を立ててるわけですだから暗記しようと思っても丸暗記じゃねえ立ち打ちできないんですよねなんでそういうふうに こ,うこの理屈がこうなってるのかっていうのを理解をしないとなかなか問題が解けない応用できないとこれは財務も一緒財務会計についても財務というのは数字でね例えば 1+1 は2とかね2る2は4とかそういうルールがありますよね。もちろん最低限のルールは覚えると同時に単に公式を丸暗記すするだけじゃダメなんですよなぜその公式がそうなったのか。 というのを理解をしないと問題応用問題が解けないんですね。な数学なんかと似ててだ公式丸暗記では問題解けないんですよね。だからそのあたりもぜひ理解を意識してで理解できるまで次に進まないというスタンスが大事ですね。どんどんその先に進んでしまうとわからないままずっと先に行っちゃうともうますますわかんなくなっちゃいますし問題が解けなくなってしまう。うん。 だから分かるまで次に行かないぐらいのスタンスで学習をぜひしてください急がば回れっていうイメージね分かるまでじじっくり踏みとどまるぐらいな感じですねで企業系理論についてはこれはもう本当にあの過去問を見ていただくのが一番手っ取り早いです。 過去問を見てていいただいてで企業経理論についてはあの私の、えー、と収録した講義なんかもありますのでねその時にまた詳しい過去問の使い方を話しますけれども、はい、あの要するにどれだけ過去問に触れたかで企業経理論の点数は変わってきます。で過去問の理解の仕方ね、うね、ん、その辺りなんかも、まあ、あの私のあの私の 企業系理論ののの講義の中でで喋っててますのでそちらを見てくださいだいずれにしてもその科目によって特性が違うのでやっぱり単に覚えればいい科目としっくり理解をしなければいけない科目にわ分けてねで自分なりのその何というかな暗記の仕方とあと深く理解するまで先に進まないというね財務や経済学と過去問とどっぷり、えー、する企業経理論と。 いう形でそのまあそんな形でその先ほど冒頭申し上げたようにこの「フォーカス」のテキストは本当にあのもう基本の部分とねあと60点を取るためのまあ重点ポイントがギュッと詰まってますので、まあ、これ1冊をまずはマスターすることであとはどれだけ過去問をこなしたかによってね、えー、本番の得点力が変わってくると思っていただければ結構です。で 1>, 1科目だけ例外があります。それは中小企業経営政策というまあ一番最後の7科目目なんです。で、この中小企業経営政策も私が担当してます。なのでそこでまた詳しくは言いますが、過去問はやんなくていいです。はい、中小だけは過去問やらなくていい。だから過去問載っけてません。え、白書についてね。ただまあ、一部施策という部分ねについては、えー、載せておりますけれども。 だ基本的に中小は過去問をやらなくていいとななぜらら時事ネタだからですだからか過去問というのはもう過去のネタなのでやっても意味がないむしろ時事ネタなのでね、えー、それ以外のところで、まあ、あの私も中小の講義の中でまたそれ言いますのでそれをしっかり私がもう覚えてって言ったところだけ暗記してもらえば OK なので、はい、特には中小は稼ぐ科目ですからしっかり中小で稼いで点数の上乗せを図って。 合格してしててほいなと思ってます、はいまあ、そんな形で「えー、とフォーカス」テキスト活用法、まあ、ざっくりお話ししましたがまず講師の講義を聞くでしっかりとこう復習をする、ね、科目によっては理解科目によっては暗記をするとで過去問をやってみるとこういう形で、えー、しっかりこの「フォーカス」のテキストを使い倒してくださいで隙間時間にスマホか何かで過去問を見ると。 そんな形でね万弱な体制を図っていいただければと思いま,すでまあ私も企業経理論とか中小などの科目で講義してますのでまたそこでお会いできるのを楽しみにしています。はいというわけで「デルジュン診断士フォーカス」テキスト活用法、まあ、簡単ですけれどもね、えー、お話はここまでにしたいと思います。では、えー、本番でお会いしましょうお疲れ様でした。